久保さん、いい名言見つけましたね。フランク・ミューラー。フランク・ミューラー。まあ時計僕あんま興味ないんですけど、フランク・ミューラーって時計ありますよね。はい、人生は、人生に挑戦するのに年齢なんて関係ない。そもそもこの世に時間などない。それは人間が勝手に作ったものだと。私は時計師だからそのことがよくわかる。<laughs> 深いっすね時計を作り続けてきたフランク・ミューラーが「時間なんてね」っ,っ <laughs> 確かにね時間時計刻むの自分でこうずっと作ってきてねあこれは人間が作ったものだみたいなね俺作ってるなみたいなこれはなんか深いっすねフランク・ミューラーこれうん久保さんもねまあ 僕のこのね、僕今日で40になりましたけど、この年からね、ネットビジネスを始めて人生変えちゃいましたけど、まあぶっちゃけ遅いっちゃ遅いっすよね。一般的なその考え方から見ると。40、うん。40からなんか新しいことやるっていうのは、なんか一般的にはなんか遅いようなイメージはあると思うんですけど、まあ本当ね、僕は関係ないなぁと思うんですよね。な、何歳からやろうが、別に。うん。 なんかよくその、うん、今からじゃあみたいなねなんかまあよくある言葉ですけど、うん、まあ僕もねまああの何すか起業するのもね今の若い子とかね二十代で10代で起業とかね20代で起業とかしてますけど僕も鹿児島で起業したのは34とか3だったような4か。 4ぐらいですか6年前、うん、まあ早いっていうとまあ早くはなかったと思うんですけどうんだからまあ新しいことねあの挑戦いっぱいすればいいと思いますようん、うん、時間はまあ人間が作ったものかもしれないけど、うん、自然原理減少でやっぱ年はとって老けていくんでこれはまあ 人間が作ったものというか自然原理原則ですよね。まあこの世の生物で永遠の命がある生物って多分いるのかなまあいちょっといるのかもしれないですけど多分まあいないんじゃないかなと。永遠にずっと生き続けてる。そう。なんか100億年生きてるとかね。いんのかなまあ探せばいるかわかんないですけどね、うん。まあどっちにしろ死んでいくんで。うん だ要はまあ挑戦まあ久保さんの言葉にかけるんだったらまあ挑戦したことをを自分の人生の意味に変えられるかっていうね話ですね。うんそう。まあ久保さんの場合はね40歳から逆に挑戦してその40歳から挑戦するという意味を見出したっていうか年齢関係ねえよみたいな話で、うん、そうだからまあいろいろやって ややっった人しかやっぱ分かぱらないこうフランク・ミューラーも時計を作り続けてきたからこそ言える言葉で久保さんも自己アフリエイトとかねいっぱいやってやったからこそ言えることがあるし僕もいっぱいやってきたからこそ言えることがあるし、うん、だからまあいっぱいやればいっぱいやって経験積むといっぱいやることによって最初は分かんないけど点がいっぱいできるんですよね。 で点がいっぱいできていっぱい長く続けることによって結局その点と点がつながってリンクしてでまあ面になって形になってみたいな話ででもその点がないとそもそもリンクしないっていうねつながらないっていうだ意味も見出せないっていういっぱいあるから点がいっぱいあるからこそその点に対して意味を見出すことはできるけど点がなかったらね意味を見出すことはできないと。 このフランク・ミューラーの言葉は深いな。私は時計師だからそのことがよく来るっていうね。<laughs> すいません、みたいな、ね、<laughs> 時計作ったことありません、みたいな。多分、本当に時計作るってあんまないですよね。<laughs> 時計を作るっていうね。人生において時計を作るっていう部分もないな。時計は買うしかないからな。 本当だからやった人しかわからない世界ですね、はい。久保さんが40歳でね、何すか、3年で1億稼いだっていうね、やった人しかわからないですよね <laughs>。いってらっしゃい。